今週のゲストは京都の流儀著者徳力龍之介さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします徳力さんは1960年京都生まれ代々江戸頃を預かる加賀筋の家に生まれ祇園で各界著名人との交流を深められてきました祇園、えー、のプロフェッショナルでいらっしゃり、えー、著書に京都の流儀そして京都の流儀もてなし品があります 徳力さん、あの、この番組には八年ぶりの出演なんですけど、京都はすごい変わりましたね。いや、ものすごく変わったと思います。<laughs> ね、この間、あの、四月に京都で徳力さんに、宮都踊りを一緒に、えー、見させていただいたんですけども。はい、あの後、その祇園の、あの、一力のところ入ってったら、驚いたね。もう。 足の踏み場もないねいやいやもうあの,あの花見小路通りって言うんですけども、うん、あそこがもうあの観光の人で埋め尽くされるなんて僕らも考えもしなかったですね。ああのフェルメール展っていうのさ、はい、やったじゃんあの時。はい、ああの時はさ中国人がやたらいたと思ったんだけど今やすごいね世界各国。世界各国ですよもも、ねえー、白人の人人のいいればアジア人もいればばアアジ それで夜遅くななっても引かないもんねいやー本当にねぞろぞろとまあ皆さんあの辺をそぞろ歩きっていうんですか <laughs> なんかお店に入るわけでもなくずっと皆さんあそこを見物しながら歩いてるっていうそんなことでしょうね。あと僕驚いたのはあ,のあそこの裏筋のねい今まで全然開発されてないところ、ええ、あそこら辺にホテルができたりもうなんだ空いてるこう。 京都って明るいとこと暗いとこあったんで、えー、暗いとこなくなっちゃったねいやあのー、なんかちょっと危なそうな道とか路、ね、地、はい、があったんですけど、はい、もうみんな明るくなって、うん、しかもなんかねおっしゃるようにそのホテルは立つわ民泊はできるわ日本語のもう看板がないお店ができるわでさまがりしてますよね。まあ、この間あの間、えー、時に えー、泊まったホテルも演奏暗号っつってああいいうなんか新しいタイプのホテルでした、ね、あ,あれ結構話題になってますよねなんか、うん、え一度に何か5箇所ぐらいできたんですよね。今、はいはい、までにそういうない何、はい、かこう考え方考え方っていうかしかも何かいろんな, <laughs> なんか趣向を凝らしてるって聞いたから、はい、ぜ,ぜ,ぜひ泊まってね僕らでもやっぱ泊まってみたいとか何かこう人に紹介したいなって思うような立て付けになってますよね。 あれ面白くて、あの五つある、まあそれぞれのホテルはみんな低層なんですけど。ええ、まあレストランがあるとことか、はい、バーがあるところとか、はい。こううまく分かれてたわけですね。ええ、それで、ゆずあれですね、ほとんど古い建物を。手つけずに、階層だけしてるんですよね。まあ、ああいうやり方はいいですよね。もう全部ビルになっちゃうより。そうですよね。だから、最近その、まあ、いっぱい立ってますけど。うん、全部なんかあの。 いわゆるワンルームマンションみたいなものばっかりで、はいうん、これだけねこんななんか建ててどうすんだっていう実際もう部屋余ってるって話もよく聞きますしね。そうなの、えー、だからそういうなんか今おっしゃったみたいにそういう面白い宿っていうんですかそういうのがなんかやっぱり京都に根付いてくれるといいなって思いますよね。ででももやっっっぱり正直ずとと長い間地元で暮らしててる人にとってはもう オーバーバツーリズムっていうかもう人が来すぎで困るなんてそういう苦情はないんですか、あのー、これもまあいろいろあって <laughs> 京都に <laughs> いるといるとこはむちゃくちゃいるんですよ、はい、例えばな伏見稲荷だとか、はいはい、あの祇園界隈とか、うん、あの辺ってもう本当ににんか人の頭しか見えないぐらい人がいたりするんですけども、うん、本当に少し離れると、うん、全然人がいないっていう。あそううん、嵐山はどうなんですか 嵐山は多いですねやっぱりもそれを考えるとまあ、確かにその生活圏ってねもともと住んでる我々の,その生活圏っていうのに例えばバスが混んで乗れないとかね、うん、あのキャリーバッグをみんな持って乗ってくるから<ー>バスが何か必要以上に混雑したとかいろんな問題は出てるんですけども、まあ、なんかもう少し考えればこれはうまく緩和できるんじゃないかなっていう。 Oh、Talk まあここでちょっとあの徳力さんに京都の流儀のえプロフェッショナルにお聞きしたいんですけども、はい、まあみんな祇園って知ってるけどもでもいわゆる花町とはなは全部で何個あるんですは花町はえ祇園それから祇園東ンと町上七軒、うん、それから宮川町とこの5箇所ありますね。うん 僕もあの京都知らないときに着物屋さんに連れてかれたりとか、ええはい、帯屋さんに連れてかれとかいろいろあったんですけど、ええ、みんなそれぞれあれですよねあの浮気しちゃいいけなでででですすよよねね同じとこで遊んでるんですよ、ね、一応その祇園に通ってる人は他の花街には行くのは不粋だと言われてですね、はい、あのみんな結構行っちゃうんですけど <laughs> <laughs> でも一応、あのー、表向きはですね あを通す祇園、えーまあの客は祇園で遊ぶと、はいえー、ポント帳さんのお客はポント帳で遊ぶというふうに、はい、一応こうねなんとなくこう決められてるみたいなそんなとこありますよねあ,あれですかその舞妓芸妓さんは、えー、どこが一番多いとかそういうのはあるんですかみんな大体同じぐらいの人数が。いやいやあのおそらくその祇園祇園公部っていうんですけど祇園、はい、がやっぱりもう一番多くて芸舞妓やっぱり100人。 全部入りますね全部で、まあ、全部僕がさあの昔取材した時って一番驚いたのは祇園、えー、の女将とか、はい、ゲ芸舞妓もみんな京都生まれじゃないっていうんぼ驚いたんだけどあ全国からもうなりたいっていうことで見えるんですけどもあ、うん、なりたくてもなかなかなれないっていう状況 あそうなの,、ええ、あの倍率高い倍率高いあのー、どんどん来てほしいんですけど、はい、結局置屋さんっていうその植樹のちゃんとあの面倒見てくれる、はい、教育してくれるところっていうのが、うん、もうキャパシティーもいっぱいいっぱいで、うん、これ以上入れないよっていう、うん、あだからその希望者は来るんですけども入れなかったりとかタイミングが待い。あれですかそれ決めんのは誰が決めるの お置屋,屋のおかみがやっぱり決めるんですか、まあ、やっぱこうちゃんと長年の経験で,経験で向いてるかどうか見て<う><ー>で大体あのー、なんか映画とかいろんなのでですねなりたい子は見て来るわけですけどもそのやっぱりありがたいことにお茶屋組合という大変、ねうん、いいあの窓口がありますそこに皆さん来るわけですけども、うん、そうするとどこどこの置屋さんが今 飽きそうだとか、空いてるとかっていうんで、まあ紹介してくれるわけですよね。うん、うんまあ、そういうのがあったりとか、まあ直接お客さんのせいで。来ることがいるんで。でもタイミング悪いとなれないっていう。まあいよいよオリンピックでおもてなしが、まあ。い,いろいろ皆さんいろんなところで、かまびししんですけど。そのおもてなしの最たるものが、京都の花街の所作だと思うんですね。うん、ええ。そういうのってのはあれですか、えっ、ー、と。 えー、踊りはまあ井上流っていうのは聞きましたがあとはどういうふうにお覚えさせられていくんですかその田舎から出てきた娘たちはいやこれはもうねその置屋さんというところで衣食住を皆さん芸舞妓さんたちと共にするわけで、はい、その生活の中で、うん、まずそのいわゆる京都弁の中でもその花待ち言葉はい っていうのをやっぱり徹底的に学んで、はあ、でその生活の中で、えー、ちょっとお買い物行ってらっしゃいとか、うん、なんかこういうことしてくださいとかっていうんで1年かけて、うん、あのー、まあ、その時期仕込みさんって言うんですけども1年かけていろんなことを教えますまずまずはいでその中でいろいろそのもてなしに関しても、うん、例えばそのまあ、お茶の出し方にしても こういういいに出しなさいよとか例えばその何だろう、まあ、お酒つぐのはまたあと、ま、になるんですけどそういうことを勉強したりとかもう言葉遣いから所作から何からって全部そこで教わりますよね。まあじゃあなんか生きてる日本文化を継承してると言えなくもないそうですよね。 徳力さんはあの、まあ、我が社からああいう擬音のえ流儀の本を出していただいてるにもかかわらず、はい、お酒は全然召し上がらないんですけども、はい、あのその遊び方っていうのは、はい、あのえずいぶん変わってきましたか擬音も。うーんずっと遊んでるとわかんないんですけど <laughs> <laughs> まあ変わってきてるんでしょうねやっぱりその。<laughs> あの僕らがその若い時に見てたそのまあいわゆる親父たちってやっぱりもっとこう粋でかっこよかったんだというね記憶があってですねなんかこう親父たちの所作にしてもすごくその粋で何かとこう「なるほど」と「ああいう風にすればかっこいいね」とかチップの渡し方とかねいろんなことを学びましたねやっぱり。大人がいたってことだね。 でもあれじゃないですから徳光さんあのもう最近だと若い層でお金持ってるのは、うんまあ、いわゆる IT 長者で、はい、面白いよね東京でお金持つと六本木で遊んで、ええ、最後はみんな京都を目指しますよね。やっぱりそういう思いがどっかあるんですよねね、はい、んか。いやでもそれはすごい実はありがたいっていうかその、ねうん、いいことでやっぱり若い人にそういうねもっとこう日本文化というか。 遊び方のこう基本みたいなのを知ってもらうためにやっぱりどんどん来ていただければと思いますけどねでまあそうは言ってもねどこから入ればいいかわからないのがこの京都の凄さでそこはやっぱり苦労していただかないと <laughs> <laughs> で,でまずお茶屋に行くのにさどうしていいかわからない、はい、そうですよねだからまあお茶屋に行きたいなと思ったらまあ 今、まあ、最近ではなんか例えばかちょっと大きいホテルのコンシェルジュに頼めば、ね、どこどこはちょっとうちが知り合いがいますからとかって言って、まあ、一度は案内はしてくれるっていうのがあるらしいんですけどもでもそうなるとやっぱり誰かその京都にまあ精通していてそういうことを知ってて。うん お茶屋さんにまあいわゆる講座というか、うん、そういうのある人からちゃんと紹介されていかないと続けていけないっていう一回こっの、うん、あた,ただ見ただけみたいなただ見ただけって遊びに来た人みたいな、うん、相変わらずでもあれですねこんな時代にあのクレジットカード以上の信頼が人と人の間にある、うん、あれなんですね、うん、世界なんですね、うん、顔認証ですからねはい、はい えー、徳井さんものすごいスピードで変化していく時代に京都はずっと変わらないこの変わらない美学こ,これが強いんですかねあのこれもよく言われるよく聞かれることなんですけどもあの言い方がいいか悪いかちょっと別としてその先には何もないのに何かあるように見せるのが京都人はむちゃくちゃうまいんじゃないかなと。う なんかのね、いろんな世界のこうほら家元とか,なんか、ね、その本山とかいろんなものがあるけども、うんうん、そこまでっていうのは誰も行けないわけで、うん、そこに行くためになんかこう何かあるぞ何かあるぞって見せるのが非常に京都はそのうまいと、まあ、装置産業じゃないけどもそうすると、まあ、それに人が引き付けられてくるんじゃないかなというふうに最近はちょっと思いますけどもね。うんうん 元々あの徳力さんのお,お家、はい、あのよく一力のマッチにおじいちゃんが描いてるの、えー、<laughs> 見るたんびに思い出すんですけど、はい、この絵処っていうのはどういうあれですか職域だったんですか、あのー、やっぱり京都はご存じのとおりお寺社寺、仏閣、はい、よお寺さんの人が多いんでそういうところにあの絵って必ず必要じゃないですか。はい、で例えばその、まあ、住ま絵だったり天井絵だったりとか。うん うちは一応狩野派なんですけどもそういう派閥でいろいろお寺の絵を描くわけですよね。で例えば「どこどこ何々州のどこどこは誰が預かってます」とかっていうんでそれを絵どころっていうそれをうちは預かってて例えばうちが預かってるお寺に関してはもう修復から全部それをやるというのね縄張りだ絵に関するいわゆる縄張りです昔のはいなるほど。 J ロハスクじゃあこれからだんだん、えー、京都も、えー、面白い、えー、なんつかなお祭りとかあるんですけどまず7月祇園祭り、はい、それから、まあ、その折に一番おすすめのコースがあったらちょっと教えていただきたいんですけど。あ祇園祭りちょうど梅雨が明けるか明けないか時ぐらいのことなので、うん、ええー。 とにかく暑いんで鴨川あの真ん中を流れる鴨川辺りとかその辺を散策するっていうのがまあ一番涼しくていいのかなといやあとでどだ混んでますから <laughs> いや人はいっぱいだわ暑いわで祇園祭りもその夜のほらよい,よいよい山よい山ってあるんですけども、はい、すごい人でそうだよ、ね、もうね浴衣が全部もうあの汗で。 処理っていう時ですからね、うん、まあただその7月っていうのはやっぱり祇園祭り実は1ヶ月やってるんで、うん、そのもう毎日何かしらこう神事があったりとかそれこそ八坂神社さんでいろいろあるとかっていうのが、まあ、そういうのを調べていくといろいろ楽しかったりとか結構そういうところに芸舞妓さんが出没してたりとかですねいろいろあるんでそれはそれれはで楽しいいかなと思いま,す <laughs> まあでもその時期の一番おいしいものってまあハモだと思うんですけど。えー えー、京都で育った人って、子供の時からハム食ってんですか。まあ、普通に食べてますよね。あ、そうなんですか。あれ、大人の食いもんじゃないの。全然、あの、なんか、その辺のさか、魚屋さんで。うん、もう、あの、湯引きしたハムとか、昔から売ってるし。<ー>う,うち、なんか、そう、買ってきて食べてましたけどね。じゃ、そういう普通の、あ、あれなんだ。大変なおかずではなかったんだ。ハムそれが、まず、酒と一緒になって、鍋に入っちゃうと、大変な。大変なことなんだ。<laughs> 皆さん京都はねなんかハモハモとかって言うけど <laughs> そうだよねうんまあ普通ですよっていう徳利さんあの、はい、まあえー、祇園町も何ももう人がいっぱいなのは分かってんですけど、まあ、せっかく今年夏京都行くとしたら、ええ、なんかい一軒でいいんでちょっと穴場のお寺を教えていただけませんかね <laughs> いやこれがもうね、うん、僕もお寺はもうありとあらゆるところに行って <laughs> <laughs> 本当にね全部同じに思えてくるんですよねお庭が立派とか、うん、誰が建てたとかね、うん、でもなんか、ね、古い建物の、まあ、こんなこと言ったら叱られるんですけども、うん、全部一緒に見えてくるんですけどもまあ地って一つだけっていうならばあの、はい、ちょっと北の方ですけども大徳寺っていうお寺があってあ,大徳寺あの中に大仙,院大仙院っていうお寺があるんですよ。はいはい そこのね枯れ山水は、うん、すごい好きで、はい、決してその大きなお寺でも何でもないんですけどもこれは何か見るまあ見,見とく価値はあるのかなっていう、えー、大徳寺の中の大繊維大繊維 <laughs> あのすごいもう本当にコンパクトな枯れ山水うん、うん、かりましたはい JWAY ロハーストーク あの、あと料理なんですけど、いや、やっぱり京都は優れてんだと思うんですけど、なんか最近。あれですか、やっぱ中、中華が一番新しいのは増えたんですか。どうなんですか。いや、やっぱり和食の世界。やっぱり和食ですね。ああまあ、昔から京都って実は中華が美味しい。って言われてて、うん、あとよく言われるのは、やっぱお肉が美味しい。うん、そうですね。えー、和食はまたあれですか時々あなたたちは、こう応援する若手を決めてさ。ええー。 あっという間にスターになってっっていちゃううんですけどあっという間ににスターになるんですけど、うん、スターになった途端予約取れないっていう <laughs> 嘆くのはてにそこの女将に「空いてる日言いましょうか」って言われて <laughs> もう絶対行かないやって思ったっていう本当 <laughs> <laughs> だよね,ねだからそういうことが多々ありますよ。ね、うん、今までねあと徳力さんあれやってるんですかまだあの甘いものや。あ神はなんかね あの業、ー、にありますけどね。続いてる。続いてますおかげさんです。すごいね。あれ何年ぐらいやってるの。ええー、もう十六年目。あ、すごいね。はい。大したもんだね。いや、祇園特屋っていうわらび餅屋ですよ。わらび餅屋。はい。そこではお土産売ってんですか。お土産売ってます。持ち帰りで。お土産っていうの売ってます。<laughs> <laughs> でもなんだかんだ言ってもあれだね、徳利さんって商売下手そうだけど、どうもにかやってんの。 いや自分が関わらなかったら大丈夫ですねよく似てるな、はい、まあまあこれからもせっかく長生きしてんで、まあ、楽しくいきましょう、はい、どうも今日はありがとうございました <laughs> どうもありがとうございます <laughs> <laughs>